ハロー YouTube、今日はですね、芸人のハライチ岩井さんがですね、18歳年下かな、まあ、かなり年下のですね、18歳差ですね、奥森さつきさんという方、タレントさんですかね、結婚発表されたということで、なんかネット上ではですね、その年の差婚キモいとかですね、13歳の時に初めて知り合った女の子をグルーミングして、まあ要は飼いならして、精神操作じゃないけど、なんか、やって結婚したんじゃねえかみたいなね、あの心ない言葉がネット上に現れてます。おそらくガルズチャンネルのやつらとかですね、多分絶対書き込んでるよね。もうガルちゃんのなんか絶対あるわ、あのスレが、キモい岩井キモいとか書いてる。お前らだよクソ野郎、本当にマジムカつくわ。で、もうさ、なんていうのかな、まあ実際その奥様ですか、新しい奥様はすごい大のラジオ好きで、ものすごい教養もあって、で、まあ岩井さんのファンだったということで、やっとね、未成年じゃなくなって成人したので、一緒に二人きりでご飯とか行けますかみたいな、そこまでそういうことを一線を越えなかったっていうね、ちゃんとした人だと僕は思いますよ。そもそも年齢差別っていいんですかって僕は言いたい。うん。未成年に対して、そのジャニー北川さんみたいにね、性的虐待とかをやってるのは、それは言語道断だと思いますけれども、ちゃんとした判断力があるとされる、成人が、自由意志で恋愛をすること、まあ、これに対して年齢差別をして、キモいとか言ってるやつ、マジムカつくよね。うん。年齢差別していいんですか、そもそもっていう。要は結局、自分たちが近い年齢の人としか付き合ってはいけないという勝手な社会通念みたいなものをですね、作り上げてきて、まあ自分たちがそれに従って行動してるからといって、それから逸脱したというか、そういう考えじゃない人たちを非難するっていうのは、おかしいんじゃないですかと。成人基本的にみんな一緒なんじゃないですかっていう話ですよね。多分昔からそういったことって言われてたと思うんですよね。うん。適切な判断能力ある人たちが、ねえ、自分たちのね、自由意志で自分たちが好きな人と付き合うのが、何がおかしいんだと。うん。で、あと最近やっぱりみんな、まあ、共通の話題とかが、例えば、昔はなんかテレビとかマスメディアみたいなものしかなかった時代、今はですね、SNS とかで、ものすごいコアな趣味の友達とか、会えるわけですよね。昔はなんか職場とかしかなくて、学校とか職場でしか出会えなかったから、まあ結局同期とかですね、同じ学年とかで、ただただ付き合ってただけで、それがですね、当たり前になってて、それが一生続く。みたいな、幻想があったと思うんですよね。で、特に、そういった閉じた、じゃあ同じ部署の、何十人とかの中から、自分の生涯の伴侶を選ぶみたいな、まあ、僕からしたらはっきり言って無理ゲーだよね、それね。だってさ、趣味とかも合わねえしさ、性格とかさ、まあ見た目とかもさ、実はあんまり好みじゃないんだけど仕方ねえから、結婚の同調圧力に、押されてですね、そろそろあなたも結婚した方がいいんじゃないですかとかって言われて、それに従って勝手に、まあ、それを守ってやってただけの話であって、それはあなたたちが勝手にそうしただけじゃんっていう。今の時代って SNS で繋がって、お互いの趣味とかですね、気軽に出会って、そこで、まあ、趣味とか性格とか生き方とかですね、考え方とかやっぱ会う人っているよね、全然。で、そういった人たちと運命的な出会いをして、それが年の差があったからダメだとかっていうのが、まず、それはもう古いよね。SNS とかスマホとかがなかった時代、仕方なくそうしてただけなんですよ。いや、仕方なく、同じ世代の人たちと付き合ってただけなんじゃないのって俺は思う。うん。だって、そういった本とかですね、こう、なんか、ね、メルマガとか、なんかラジオとかもそうかもしれないけれども、まあそういったところで共通の趣味を持って、付き合うっていうことは、すごくむしろ自然なんじゃないかなと。で、そこに、年の差があろうが、国籍が違おうが、
ね、宗教が違おうが人種が違おうが、ええやん。ね。年齢で差別することの方が俺はすごい差別だなと思って、めっちゃキモと思った。で、ガールズチャンネル勢とかにいっぱいいそうで、さらにキモい。ということでですね、そのハライチの岩井さんですか、僕はあまり面識はないんですけれども、すごく自然なことをされてると思うし、僕はすごく応援したいなというふうに思いました。まあ、公表するときにもなんかこういう意見が来るんじゃないかとか多分思われてたと思うんですけれども、貫いてほしいなというふうに思います。ということで、今日はこれで終わります。いってらっしゃい。